緑内障にはタイプっていうのもあるんですね。大枠は眼圧や、目の血流とかが原因で神経が悪くなって視野が悪くなる。もうこれは緑内障の基本なんです。ただ眼科医の平松です。今日は今更聞けない緑内障って一体何なのってことについてお話ししようと思います。まあ、今緑内障って言われている方や緑内障の疑いがあるって言われている方、はたまた、自分がなったら困るなと思って心配されている方もいると思うんで、今日の話を最後まで聞いていただければと思います。緑内障、なんかほっとくと悪くなっちゃう、見えなくなっちゃうっていうのは分かってる方から、もう私詳しいよって人もいると思うんですけど、あ、そういうところもあったねとか、基本的なところもおさらいしていこうと思います。まず緑内障とは何なのか、結論言うとすごく広い概念でいろんなパターンがあるので、シンプルに神経が弱くなって視野、見える範囲が欠けてしまって、最終的にほっとくと失明してしまう、こういう病気です。だから治療としてはその進行を食い止める、視野が欠けて見える範囲が狭くなってしまうのを止めてあげれば、今の見え方は止まる、見えるわけですよね。これを目的とする治療をする病気ってことになります。あれ、眼圧の話出てきてないんじゃないっていうね、詳しい方もいると思うんですけど、眼圧っていうのが最も重要な因子なんですけれども、最も重要なだけであって、そのじゃあなぜ視野が欠けるかって話なんですね。視野というのは見える範囲が欠けるわけですよ。じゃあ見える範囲がなぜ欠けるかっていうと、目の神経、この目の玉模型があって、目の奥には神経があって、この神経がダメージを受けてってしまうから、このダメージを受けたところが見えなくなって視野が欠けるわけですよね。じゃあなんで神経がダメージを受けるの？というと、その目の奥に眼圧、圧力によってダメージを与えてしまうからだと言われています。ただじゃあ眼圧の正常はっていうと、よく10から20とかって言われますけど、もちろん30、40で悪くなる人もいますけど、正常範囲内の圧力でさえ神経がダメージを受けて視野が欠けてってしまう人がいるわけですよね。この人、はたまたもちろん高い人も含めて、圧力は一つの原因でしかないんですよ。圧力が強くても神経がすごく強い人であれば全然ダメージ受けないんですよ。例えば眼圧30なんだけれども視野も欠けない、全く問題なく一生を終える人もいます。一方で眼圧が16とか、正常が10から20なんですけど、16の範囲なんだけどもダメージ受けちゃう人がいるんですね。じゃあその眼圧って何っていうと、検査で言うと、眼科に行って空気みたいのを当てて調べるのと、医者がチップみたいのを当てて調べるの、あとはちょっとした機械で、目に当てて調べるのもありますが、ざっくりまとめて言うと、いろんな圧力をかけると本来眼球がへこみますよね。ボールあって押したらへこむ、これはプラスチックなんで簡単にはへこまないですけれども、柔らかくてへこむ、硬くてへこまない、硬いってことが圧力が高い、柔らかいってことは圧力が低いわけなんで、硬いほど、全体にダメージが来ちゃうんで神経がダメージ受けますよっていうふうに言われているってことですね。で、医学がアプローチできることとしては、この圧力を下げる治療をするというところしか今のところないわけなんですよ。もちろん細かいのはあるんですけど、基本はそうなんですよね。だからこそ医者はもう圧力を下げましょう、眼圧を下げましょうって話ばかりをして、視野を戻しましょうとか見えるようにしましょうってさっぱり言ってくれないし、その他の方法で緑内障を止めましょうっていうふうにはあんまり言ってくれないわけですよ。なんだけども基本的には他も関係してきます。例えば糖尿病があって血管が悪ければ、同じ圧力でもダメージ受けやすくなります。もしあなたの血圧が高くて目の血流が悪ければ、同じ圧力でもダメージを受けやすくなっちゃうんですね。というように体の状態、だから食事とか
運動とか生活も大変重要ですし、もちろん医療の目薬、レーザー、手術というようなのが重要になってくる。で、目薬もレーザーも手術も医療がやれることは眼圧、圧力を下げることです。あなたにできることは生活を良くして血圧を下げたりとか、生活を良くして血糖値をいい数字にしてあげることによって、圧力のダメージから体を守ってくれるってことができるわけですね。なのでぜひただ眼圧ばかりに注目しないで、あなたとしては運動食事を気をつけて、より良い生活をするってことが、大切になってきますよってことになってきますと。じゃあ緑内障は圧力を下げれば絶対進行しないかというと、そうではなくて、圧力を下げれば下げるほど進行する確率が減るだけなんですよね。だから極端な話すると、全く治療をしないけど進行しない人もいます。一生懸命治療したけど進んじゃう人もいるんですよ。ただ確率的にはちゃんと治療した方がいいので、きっちりと治療して進行を食い止めましょうっていうのが基本的な考え方だと思ってくださればと思います。じゃあどういう治療があるのかってことですね。目薬、レーザー、手術、これが基本的な治療になります。目薬は1日1回とか2回とか、それ以上もありますけども、目薬をあなたが刺して、それによって眼圧、目の硬さを下げてくれるっていう治療になります。レーザーというのは目の玉の中の排水のところにレーザーをしてあげて、これも眼圧、圧力を下げて失明を防ぐってことになりますね。手術は目にちっちゃい穴を開けたり、目の玉の中に水が溜まるのをこう抑制、つまり流れを良くしてあげるということをすることによって、眼圧を下げるっていうような治療になります。あれ、でも私の場合は急に悪くなる緑内障だよって言われた方もいると思うんです。そうなんです、緑内障にはタイプっていうのもあるんですね。大枠は眼圧や、目の血流とかが原因で神経が悪くなって視野が悪くなる、もうこれは緑内障の基本なんです。ただゆっくり悪くなる人と急速に悪くなるっていう人がいるんですね。ほとんどがゆっくり悪くなるっていうことになります。開放隅角緑内障とかね、POAG とかって言いますけども、プライマリーオープンアングルグラウコマねっていうふうに言いますけれども、これが一般的ですね。でその中でも、眼圧、目の硬さが10から20の範囲、正常範囲にあるのをノーマルテンショングラウコーマ、正常眼圧緑内障っていうふうに言うわけですよね。だけどもどちらにしろそれは圧力によってちょっとずつダメージを受けて神経が悪くなっていく。もう一つが閉塞隅角緑内障って言います。これは目の玉っていうのは目の奥側から水が出てきて、黒目とかに栄養を生かして流れるって一連の流れがあるんですけど、その排水口が狭くて流れが悪いよってことが起きてることが閉塞隅角緑内障です。閉塞隅角にも流れが悪くてゆっくり視野が悪くなる人と、パタッと突然圧力が高くなってもう本当に数日のうちに悪くなっちゃう急性のタイプっていうのがいます。急性のタイプの人だけは急激に目が痛くなって頭痛がして、それで吐き気もしたりして、結果として視野が欠けて、見えなくなってしまう。だからこそ急性タイプの人はちょっと気をつけなきゃいけないと。で急性じゃなくても閉塞隅角の人の場合は、飲み薬、目薬などいろんな薬が使えないものがあるんですね。なぜかっていうと、そのお薬を使うことによってこの狭い流れのところをより狭くなってしまうお薬があるんですよ。例えば、風邪薬であったりだとか、例えば全身麻酔の薬であったりだとか、はたまた内視鏡検査をする時の薬っていうのが、そういう影響を与えてしまうわけですよね。なので閉塞隅角タイプなのか開放隅角タイプなのかというのをちゃんと医者に確認しておくっていうことが大切になります。それが分かっていないと
いろんなお薬使って悪いことになっちゃうね。気をつけていただければと思うんですね。で、このタイプが分かって、急激なタイプはだから一部であるってことです。で、それ以外にも緑内障って実はあって、例えば糖尿病が原因の続発緑内障とか、ブドウ膜炎、目の炎症が原因の続発緑内障があったりはします。で、その場合は種の病気、糖尿病網膜症であったりだとか、ブドウ膜炎っていうのの治療がメインとなるので、そちらをしながら緑内障の治療もしなきゃいけないってことで、ちょっとこう概念が変わってくる感じですね。まあ続発緑内障よりは開放隅角、閉塞隅角緑内障の人の方がはるかに多いっていうふうに思っていただければと思います。じゃあそれをしてれば大丈夫なのっていうと、きちんと治療していれば、ま、多くの人が失明せずに済む。ただしちゃんとやっていなければ悪くなってしまう病気だよっていうふうに思っていただいて、ま、目薬なりレーザーなり手術なり、ま、主治ね、医者に言われた治療をきっちりとやっていくことが必要となります。それでも悪くなっちゃうんだよとか、心配なことがあるんだよっていう人もいると思います。そういう場合、どういう食事をとったらいいのか、どんな運動をしたらいいのか、どんなサプリメントとかもいいのかっていうのも紹介していますので、ぜひぜひ他の動画を含めて見ていただければと思います。こんな感じでいろんなね動画紹介していきますんで、ぜひチャンネル登録ボタン、そしてベルマーク押していただければと思います。よろしくお願いします。